今問題なのが、うちがこのギャランティーカードをやり始めたから、このギャランティーつける店舗さいっぱいあるんですよ。でね、お客さんみんなあのギャランティーついてるから大丈夫だろうとか思うかもしれないですけど、そこの独自のギャランティーなわけで、そんなことは全然ないんで、僕が言いたいのはこのカードがあるから大丈夫じゃないんですよ。なんでこれが本物で、なんでこれが偽物で、ちゃんと正しく1から10が説明できるお店で買った方がいいんですよ。うちはこれがあるから本物です。どうですか？違います、ね、これがあるからうち大丈夫です。違いますよ、違います。あのちゃんと言えるところは聞けば絶対買いっていう、ここはこう違うし、ここは違う、査定で持ってきた時に何が違って偽物なんですっていうことをズバリ言って、はい、グーのでも出ないんですよ。かっこよくして返してあげたいんで、うん、だからそういうことを分からないことを全部説明しますから、完璧に絶対本物で、かっこよくしかも組んで、